はい、こんにちは、ケイソです。はい、どうも、ハネムンです。さあ、本日はですね、ラットピアというゲームを、はい、ご紹介したいと思います。おー、いいね。はい、これがスタート画面なんですけど、続けるなんてありますけどね。なんか続けるって何？いや、わかんないです。私たち初めてなんで、このゲーム。ロードするってなんだ？いや、私たち初めてなんで、このゲームわかんないんですけど、もう正直どんなゲームかわかんないです。そうだね。指導者に名前が決められるそうですよ。これはもちろんね、どの先生の名前にする？我々の中学の頃の担任の先生、石黒しおり、うん、しおりですね。しおりちゃん、ちゃんでしょ、しおりちゃんでしょ。しおりちゃん、もう自分名前がちゃんでね。しおりちゃんでしょ。しおりちゃんで行かせていただきます。チュートリアルはいいでしょう。我々に必要ない、チュートリアルは。チュートリアルなんかいらないよな。いらないよ、必要ない。初めてのゲームだろうと。あ、関係ない、こんなの。できますんで。我々。Okay. あ、逃げてるわ。でもこのストーリーもね、なんかいい気がする。おー。うん、確かに。大体わかる。うん。大体わかるんで。エスケープでスキップね。はい。オッケー。まずは木を3つと、石を3つな、はい。木を3つ、石を3つ切って、うん、やっぱ住民が欲しいよね。そうだよね。うん、やっぱり。じゃあまずは最初は、なんだっけ、都市の入り口か。おありますね。ありますね。こっから夜襲撃されそうな気がしますね。なるほど、そうだよね。はい。でも残しとこっか。そうだね。うん。知ってるね何かを。いや、木もいいんだよ。ああ、もう3つあるのか。3つある、うん、ああ、じゃあ、あと石だから下ちょっと掘って、うん、ああ、こんな入り口を作ったらこれから新しい仲間が増えるような気がする。やったー、カモン。お、強いな。ああ、最初はでも人数だと思うよ。か弱い、うん、物知らず、うん、幸福度マイナス5。うん、最初がね強いのが来るはずないんだよな。まあ、でもこれなんかいいんじゃない、まあ、あ、死亡状態になる。幸福度がプラス20万未満に下がると死亡状態になる。こういうのが勝手に死ぬんだろうな、きっと。そういうことか、うん、おそらくは。その右もらおう。まずは2人。 OK、 よろしくやろ。でも指示出しよ。下ミスター3列全部ほ、あ、待てよ、まず階段じゃない。あ、そうだね、階段だね。階段を縦に作らして、ちなみにそれ掘ってなくても貫通して階段できます。え、そうなの。できます。ここに？そこに置くと、そこ掘って。あ、掘った上で作ってくれるんだ。そう。え、超便利じゃん。そうだよ。へぇ。で、まあ、最終、ガーってさせてもいいかも。採掘ね。行っちゃいますか。いや、最終、どっちがいいかな。あ、最終と採掘どっちか問題ね。まあ、もう全部、まあ、最終させるか、全部やらせようよ。そうね。3列そこから、その範囲ぐらい。1、2、3、こうだ、ここぐらいの。そのぐらいまで。うん、まあ、まずはこんなもんで。で、最終もさせましょう、最終も後で。いや、ガーってするもできる。うぅー。うえ、うん、オッケー。まあ、もうこんなもんだろ。オッケー。で、私をやることは、まあちょっと左の方を探すことぐらいですかね。なんか、あ、ここに蜂蜜ね。すぐ8あんのラッキーだな、それ。上の部分全部掘っていいね。ここ鳴らしちゃってもいいね。うん。あ、水もあるよ。でかー。水あるとね、いろいろと。水でかいね。でも魚がいないタイプの水か。魚がいないから、まあただの水。あ、でも上にウサギ穴か。でかいね、ウサギ穴。うさぎ穴ね、うさぎ穴だけ残してここも鳴らしちゃう。なあ、残さなくていいか。左行きすぎたね。もうそんな行かない行かない行かない、いらん、はいはいはい、いらん、はあ、まあまあまあ、その辺。そうね、そこを鳴らしちゃっていいと思う。そこ上の地形、ここの2個ね、うん、そこは鳴らすの OK だね。で、まあそこはお前やってもいいんじゃない、やっといても。うん、暇だし今。うん、じゃあしばらくカットになるな、これはな。掘るだけだな。はあ、忙しいよね、このゲーム。マジで。まあでも今回なかなかいい配置だね。うん。食料あるし。そう、かなり。俺も。あ、右にも水あるじゃん。オッケー。お、下にも蜂蜜あるじゃん。ああ、すごいね。蜂蜜と、あれ、水だらけだ。うん、って伸ばしてもらえば。うん。まあ謙虚だね。あ、まあそんな広げても、横に広げても。どうなんだろうっていうところで、縦につなぎたいなっていう。ああ、じゃあもう下もっと掘ってもらえば。そう、そうだね。むしろこっちも行こうか。じゃあただ、この蜂諦めなきゃいけないかな。どうなんだろうね、蜂。蜂って大事なのかな。わかんない。じゃあ諦めなくてもいいんじゃない？共にいれば。ああ、はい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 。うん、ありだね。あ、はしごでいいんですよ、そこ。あ、そっか、はしごで作ってくれれば。はしごをガーってやっちゃうと、もうそこに作ってくれる。そうね、はい、頼むわ。オッケー。で、もう自分は上行って。怒んねえだろ、蜂だって。許してくれるだろ。オッケー。さあ、あとは、だから最終所が欲しいよね。最終所。
あ、来た。作れるわ。作れる。じゃあそうすればここら辺の草と、ね、あれを勝手に飼ってくれるわけだ。うん。もういいでしょ。頼むわ。置いといて、そうね。最初はしご欲しくない？そこに、左に。ああ、そうだね、うん。あと研究所もそろそろ欲しいっすね。そうね。そこはしご縦にガーってさ、地面も。いや、もう下貫通しようよ。ああ、ここも行く。うん。いいんじゃない？そこに登れるようにしとけばいいじゃん。そんな行く？まあいいか。まあまあまあ、ここ、ここぐらいしとこうか。そんなちょっとあいいじゃん、これ。もう最高じゃん。オッケーオッケーオッケー。いや、この上はいらねえな。そうだよね。そうだよね。ああ、良くなってきた、良くなってきた。悪くないんじゃない？あと研究ポイントを貯める研究所も作りたいね。研究所はどうなるんだ？もう作れるかな、多分。研究所、研究所。お、いいじゃん、研究所。下に作ろうか。下でいいんじゃない？地下で。じゃあ、ここに研究所1個。ドンと。失礼させていただいて。もう端っこに置くね。まあ、端から綺麗に並べていきたいっていうところは近くから並べた方がここだってはしごの近くですよ。こっちのはしごの近く、ね、ゆくゆくはここはしごになりますんで、なるほどね。なんならもう今僕がはしごにしちゃおうかな。あ、衛星来たからトイレ作るか。あ、衛星来た、うん、オッケーオッケー。娯楽も必要だし、ちょっと娯楽と衛星をちょっと綺麗にしていきましょうか。そした研究所の横、研究所横にトイレ2個作れるよ。じゃあ2個作っちゃう、うん、でここに遊び場にしようか。いいんじゃない？サービス、イベント会場。うん。まあこれ大事ですからね。衛星とやっぱ娯楽は必要ですよ。あとイベント会場のやつはね、めっちゃ金取れる。ああ、そうなんだ。うん、なんか儲かる。儲かるのであれば、そいつから税金をいっぱい取ってやってもいいかもしれないな。そうね、で、法典立てよう。ちょっとお金がもう3000も減ってる。お金がない。住居者も来た。で、法典はね、2×4 だから。お4マスなのか。322は欲しくない？これステータスバグってるね。経験値は、あ、幸福度が3、経験値の獲得量が減っちゃう。いや、まあ、でも322は強いんじゃない？あ、今俺、あ、入れたのか。で、法典が、ちょっと背が高いんだね。そう。だからなんかどっか別に置くか。あ、まあ、邪魔になんないところがいいね、まあ。ここ一番上とするならいいけど、もっと上立てたいよな。別に置いちゃって上に立てても別に問題ないと思うけどね。じゃあここ4マスのとこにする？いいんじゃない？オッケー、じゃあ 4、うん、4マス、ここ高さ4マスな。うん、王様ね。高え！そう。はい。で、これで税金を取ります。早く税金取りてー。さあ。住民も来た、訓練所も来た。来たぞ。さあ、まずは税法。まあ、所得税でしょう、最初は。市民税かな？所得税でもいいけど。市民税、所得税。2番目、2番目。2番目、2番目。これの2番目？そう、それ。うん、そうだね。市民税だね。市民税。で、市民税を課して、で、条件のところを、あ、条件じゃないや、税額か。税額のところを指定じゃなくて、その下、財産のとか、所得のとか。だから所得のにすれば所得税になる。ああ、それに、はい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 、ダブルクリックして、そう、何パーか。まあ、所得税はやっぱり 15% ぐらいいただきたいですね。そうしますか。お金持ってる人からちょっといただきたいです。うん、はい。で、まあ、今まで私たちがなんで、国を崩壊させてたかっていうと、まあ、これですよね。労働法ね、一番右ね。労働法の、よく寝てよく働け法案、うん、あれのせいで、世界は崩壊してました。みんな働く時間と自由時間をね、うん、一緒にしちゃったせいで、うん、この働く時間をこうイベント会場で働いてる人がいて、うん、他の人も自分で働いてるんだよね、うん、働いてるのにイベント会場で踊ってて、うん、誰も見に来ない、誰も見に来なくて、うん、で楽しみが必要です。まあそれはそうなるわな。そうなんだよね、こいつもお客さん来なくて不満たまっちゃうしみたいな。そうそう、そんなところで、ね、まあ崩壊してました。だからあの法案は良くないです。とりあえず税金を回収していきましょうと。ああ、良くなってきた、良くなってきた。今までで一番進んだ感じがある。わかる。うん、だからこれを何時間もね、かけてやってたわけでしょ。俺らもものの30分くらいでここまで来ましたよ。これ30分だ。30分しか経ってないの。30分くらいでここまでやっちゃいました。今まで何だったんだよ。今までつっちゃったけど。本当にそう。あ、ネズミ神殿できてんじゃん。あ、本当だ。なんだろう、これ神殿。俺もね、見たことないんだ、ネズミ神殿。詳しく見る。ネズミ神殿の活性化に500円。かかる。オールフォーワン。指導者とぶつかる市民の。あー、最強じゃん。はい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 。ワンフォーオール、スキルの寄与を続ける間一秒だしましね。あ、金を与えるんだ。お金を与える。まあまあ活性化させようか。うん。500円で。はい。
ポン。おこれで俺がもうぶつかればまだ所得税を払う。おお、金が、金ゲット、金が、金がすれ違うやつから金が、金ゲット、金ゲット、金ゲット、すごい、金ゲット。こんなに未納税者がいっぱいいたのか。うわあ、よこせ、はい、金をよこせ、金をよこせ。金ゲット。はい、11円。はい、君もよ。金ゲット。はい、13円。あ、全然儲かってねえな、みんな。みんな、まあまあ、最初はお金ないよ、ばい。しょうがないもん。いや、でももう、最初の半分しかないからね、金、実は。もっといろいろやんないと。お金がない。ね、多分ね、ああその研究者とあとスタン、こいつ、こいつめっちゃ金持ってる。多分。散々。エラー行くぞ。見てろ。ああこれいくら。エラーはね、そうでもないと思う。まあ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 。スタンスタン、あいつ。こいつはやばい。こいつ。ジャンプできない？あ、取れない。なんか多分もう取ったんじゃない今。あ、取ったのか。わかんないけど。まあ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 。すれ違ってないんじゃない今。こいつ今そこにいるからもらって、こんなに金もらってんだよ。じゃあここで待ってよか。こいつの仕事が終わるのちょっと待ってよか。君たんまり稼いでるでしょ。あいつも多分俺が税を徴収すると思って出てこないな。あいつもいいね。お前そのお手玉終わった時お前の最後だぞ。一気に税回収してるからな。あ、死んだ。ノアも、あ、死んだ。ちょっと待ってろ、うん、スタン待ってろお前。ちょっとこっちで死んだ人がいるから。あ、おもろ。じゃあここに貯水槽を立てて、でっかいね、うん、ちょうどいいね。でここに配置したやつがもう左の水を全部集めてくれる、全部倉庫に入れてくれるようになると、うん、そう、これは楽だね。じゃあちょっと水までのアクセスを作っとくか上に。そうね、穴開けとかないとさすがにな。ほんとね、どういう風にそことその下を掘ればいいかな。あ、いや、上とそこ1個開けて、ここを開けます、うん、でその左を開ければいいと思う。ベラ頑張ってるな。そう、左そこ、うん、そこ開ければいい。そうすればもうこの穴から頑張って水を採取してくれるようになるんだ、うん、なるほどね、うん、組める。本当だ、組める、ね、これ水位が減ってったらどうなるの。え、減ってたらなくなる。なってったなくなってったら多分ここで拾えなくなっちゃう、うん、もう一個下行かなきゃいけなくなっちゃう。そう、でもそうだね、そこ開けとくか。じゃあそれここね、ここ開けたらでもウサギ狩れなくなっちゃうか。あー、そっか、確かに。なんかやだ。まあじゃあここでいっか、ね、一旦一旦いいんじゃない。そっか、うん。あ、徴収が、うん、あ、徴収いいな、これ。楽だね、楽だね、すごい楽だね。スタン降りろ、降りろお前、トイレ行け。よしよし、ふざけんな、逃げやがったあいつ。あ、取った取った、34円。あ、まだそんな多くないね、まあまあ、じゃあもっと税金取ろう。無理、これもう積んじゃう。お金が足りなすぎる。うん、足りない足りない。減ってるからね。最初1万あったっていうことだけ。はいはいはい、はい、うん。で、今度は税法を作ります。税金。税金。で、市民税じゃなくて、これは建物使用税ですよ。うわー、トイレっすか。トイレっすよ。トイレ作ったら、トイレの値段上げますか。金を取ります。税額が。財産の何パーセント？うん、財産のいいと思います。じゃあ財産の。10% ですかね。火取りすぎじゃない？ああ、10%、ね、こんなもん。10% でしょ。一回催すと、ああ、全財産の 10% 失うトイレね。いいでしょう。でもなんかね、私には風の噂で聞きました。トイレでいくら金取られても、はい、不満に思うことはないっていう、ここの住民は。トイレ税ね。さあ、みんな好き勝手過ごしてますね。おお、トイレ64円払った。全財産の 10% 命がけの便所だ。すげえ。別に命はかけてねえだろ。いや、もう全財産の 10% は命がけよ。うん、はい、力が必要なんだね。うん、いいんじゃない ?322 だったら。じゃあ322のやつを、うん、オッケー。じゃあネルは頑張って、うん、あ、カッパ着るんだ。カッパみたいなの、そう、着るね。かわいいね。そう、みんなね、着替えてるんだ、実は。あ、まあ、ピエロはね、露骨に変わるけど。そう、みんな結構変わってるんだ、実は。うん、左開けてこ、それ、貯水槽の。オッケー。うん。そこを通れば、あそこウサギ狩れるっしょ。あ、ほんとだ。うん、そこのウサギ狩れたら相当でかいよ。だったら、あの、あれ2個作ってもいい。狩り場を2つね。そう。で、それ、ちょっと自分で作って、あー、でも下がウサギ穴なのか。そうだね。めんどくさいね。まあでも、上つないで下に行かせちゃうか。上つないで下に行かせる。うん、下と上、まあ、ここ、ね、ウサギ下と上で。うん、つなぎたい、ね。いいと思う、いいと思う。うん、それにしよう。じゃあ、どっかにはしごをつけたいんだけど、ここら辺でいいかな、適当に。うん、いいかもね。じゃあ、はしごをここ、ぶち抜いて。うん、ぶち抜いてもらおう。
ああ、いいじゃん。もっとぶち抜いちゃう。ああ、うさぎ穴ダメだ、それ。うさぎ穴は欲しい。今んとこ消したくないので。じゃあ、その右でいいじゃん。そこの。そうですね。ここに。うん。そこにはしご作っちゃえば。うさぎ穴も活かせる。うん。上下の。いいですね。狩り場をじゃあ、ここに失礼して。そこに作るんだったら、その左に、いや、簡易。貯蔵庫。簡易貯蔵庫じゃない？そこの簡易貯蔵庫使って、そのはしごの左とかに貯蓄場を作れば、うさぎ穴の横で、わお、うさぎを肉にできるよ。簡易貯蔵庫作ろう。簡易貯蔵庫。うん。そこに作って、その左に貯蓄だね。楽しみだね。うん。なんか、小技として、ここに一個水たまりを作っとくみたいなのがあって、うん、そうすると穴から出たうさぎが、あの、水で死んで、うん、で、こうダメージを受けることなく、へ、回収できるみたいな。でもでもこれベラすごいね、うん、上から最強じゃんベラお前。上からウサギから絶対ダメージを食らわない。さあグリッチだろこれ。このベラグリッチだよ。グリッチ、これグリッチベラ来たということで、はい、まあ結構一番良くなったんじゃないですかね、はい、かなりいいよ。もう調子よし。いつもだったら燃えているところが、そうね、あと2日は過ぎたもんね、いつもの日数からね。そうですね、最長記録です。ちょっと、うん、まあ、全体図を軽くお見せしましょうか。そうね、はい、ここトイレ2つです。そんなところから1個ずつ行く。まずトイレ2つありまして、あ、そうで、まあ、ここに楽しみがありまして、あ、で、まあ、その他いろいろあるんですけど、ね、2個ね、紹介ね、いろいろあるんですけど、はい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 、まあ工夫したとこといえばどこでしょうかね。うさぎじゃない、その下の。ああ、ここのね、うさぎを狩る、うん、うさぎを狩り場が近くにあって、そうで、ここにそう、ウサギの目の前でウサギを肉にしてる。あと簡易貯蔵庫もね、ここにあるんで、そうそうそう、ウサギが入って爆速でここに肉にされて、そう、でもその次順番待ちしてるウサギもここにいますよ、そうみたいな。そう、ウサギもあるし、順番待ちしてる土地区場もあります。そうそうそう、土地区場がもうすごい、はい、でこれで食料回してて、うん、かなりいいですよね。で、まあ、ここら辺はゾンビラット襲撃に対する、そう、あの秘密、防衛基地としてね、秘密基地というか、ここに今、はい、でここから湧きます、はい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 、ゾンビラットここから湧きますみたいな。そうね、まあ、良い街ですね、うん、かなり良くなってる。左右にはそんなに広げてない、とりあえず縦上下に広げてっていう感じです ね、うん、ちょっとこっちもお見せしましょうか。まだね、下は何もないんですけどね、うん、あの一応こういう風に広がっております。広がっておりましてね、蜂の巣を残してあってね、そう、もったいないかなと思って、うん、共存してます、うん、ここにベッド建てるからな。市民のベッドをね、ここら辺の横に、蜂の横に、蜂と共存していく感じでね、いいね、行きたいと思いますんで、はい、はい、まあ初めてのゲームにしては結構ね、うまくできた方じゃないでしょうか。まだその設定続けるの。ということでね、はい、今回は特別でございます。これがね、高評価続きましたら、あの先行評価いただいた暁にはどうするんですか。もういきなり犯罪者が出ましたね。いきなり伝統犯罪者出た、犯罪者出ました、ね、犯罪者出た、犯罪者出ましたね。じゃあこの動画が1000高評価以上いきましたら、あの犯罪者をどうにかしたいと思います。捕まえましょうか、はい、殿堂入りとさせていただきますんで、はい、続きが気になる方はぜひともよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、今日終わりたいと思います、はい、ご視聴ありがとうございました。